日本の天才2016から誰も知らない伝説、天才歌舞伎役者市川海老蔵さん。2020年の東京オリンピックの開会式で期待される演出として第一位に選ばれたのは歌舞伎でした。歌舞伎は江戸時代の誕生から400年、今なお日本文化の象徴であり続ける古典演劇ですね。そして今人気の歌舞伎役者といえば市川團十郎さんの名を挙げる人が多いのではと思われます。成田屋を引き継ぐ当時39歳、11代目市川海老蔵さん、史上最年少座頭公演で5万人を動員、公演はいつも満員御礼です。自主公演を当時60回以上行い、史上最年少座頭公演で5万人以上を動員されています。歌舞伎の語源は歌舞伎、人目につくような変わった身なりや行動をするということだそうです。海老蔵さんには生まれついた要望があります。團十郎家は荒ごとのおうちで、どっしりとした凛々しい役が多いが、そういう姿形に生まれついた一つの才能だと作家の岩下久文さんは言っておられます。市川團十郎白猿さん、本当に生まれながらの才能、そして要望、こうして團十郎白猿さんの常識を超えたいろいろな行動を驚く話がたくさんありますが、やはり天才なのですね。これからのご活躍を楽しみにしたいですね。ご視聴いただきまして本当にありがとうございます。